参議院議員の岩渕友です。塩川哲也衆議院議員、茨城県党の皆さんと百里基地の調査を行ってきました。百里基地では第7航空団と米空軍の B-52 各爆撃機との共同訓練が繰り返し行われたり、先日フランス軍との共同訓練が行われたように、外国軍隊との共同訓練も数多く行われています。基地の強靭化が進められ、そして PFAS の問題もあります。今岸田政権の下で戦争する国づくりが進められていますけれども、こうした下で何が起きているのかということが具体的に分かる調査になりました。この百里基地をめぐっては、住民の皆さんの運動が長年にわたって粘り強く行われてきています。皆さんと力を合わせて戦争する国づくりストップのために私も頑張りたいと思います。